はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はですね、信長の野望全部やる修行企画第3弾ということで、信長の野望武将風雲録の方をプレイしていきたいと思ってます。ここまでですね、第1回目信長の野望全国版で、第2回目が前回お届けした戦国群雄伝ということで、今回が3回目の企画になるんですが、今回はですね、なんとか京都に上洛、山城の国足利を倒すというところまでね、お届けをしていきたいなというふうに意気込んでいるわけなんですが、というのもですね、第1回目全国版に関しては、皆さんのこの期待を裏切るような、渋い終わり方をしてしまったというところもありですね、前回はですね、戦国群雄伝それなりに進めていったんですが、一つの国を取るというところで、時間的な問題もあり、やり方の問題もありというところで、終了してしまったんですが、今回はですね、必要に応じて早回し、あとはカットとかも入れながら、なんとか1時間から2時間は絶対かからないぐらいの中で京都まで信長を上洛させたいなというふうに思ってます。で、今見ていただいているのが戦国群雄伝の、武将風雲録の、オープニングムービーですね。信長が熱盛を待っているのかなと思わせるようなシーンが流れていますが、この後ですね、早速プレイをしていくんですが、この武将風雲録に関してもほぼほぼ初見プレイです。一応操作方法とかだけね、簡単に確認だけはしたんですが、初見プレイにはなっていくかなと思いますので、武将風雲録プレイしていたよっていう方は、懐かしく、初めて見るよっていう方はですね、僕と一緒に戸惑いながら、で、これは DS とかでもリメイクされている作品にはなっているので、その違いをね、見ながら楽しんでいただくっていうのもありなのかなというふうに思っています。では早速プレイの方を始めていきましょう。信長の野望。武将風雲楽って出てきましたけど、先ほどちょっとね、ちらっと話しましたが、プレイする大名に関しては信長を予定してます。で、この辺りのムービーも初めてちゃんと見るんですが、どうだろう、ここは武将紹介がずらーっと多分この後続くのかな。なので、この辺りで一旦スキップを敷いて先を見ていきましょう。で、何を行いますか。これは新しく始めるしかないので新しく始めます。で、どのシナリオにするか。で、これ戦国の動乱1555年からプレイを始めるのか、もしくは信長包囲網の1571年から始めるのかというところなんですが、これそれぞれちょっと信長の置かれている状況を見てみたんですが、まずですね、戦国の動乱を選ぶと、今ずらーっと色が塗りつぶされていってますが、24番尾張一国を領有してます。で、武田がですね、甲斐と信濃を取っている14、16ですね。これが1555年なんですが、じゃあ信長包囲網はどうなってるかというと、信長包囲網にすると逆に信長がですね、5カ国、尾張から美濃、伊勢とか伊賀、この辺りまで手中に収めていて、もう28番の足利、山城、京都まであっという間というところがですね、この信長包囲網のシナリオになってます。ですので、今回はですね、さすがに信長包囲網でやるとぬるすぎるだろうというのもあるので、今回は戦国の動乱1555年でプレイの方をやっていきたいなと思っています。
で、どのモードにしますか？入門モード、実力モード、デモモードってあるんですが、まあ、今回は入門モードでプレイをしていきます。でゲームレベル、まあね、上級にしろよという声がですね、まあ聞こえてきそうなところなんですが、まあ、今回は初級モードでやらせてください。で、24番ですね。織田でプレイをしていきましょう。他国の合戦見始めると多分かなり、だるいことになるんじゃないかなという予想がされるので見ないにしましょう。まあ、なんとか28番足利を取りたいなというところですよね。まあ、ターン制になってますんで順番に回ってきてここで何をするかっていうところなんですが、まあ、ちらっとですね武将風雲録をプレイしている方の、まあブログみたいなものを拝見させていただいたところによるとですね、これ完全にお金ゲームだと、金をいくら持ってるかが重要だということで、そのパラメーターを見ていくと、まず行動95、これは何かするにつけて必ず行動量を消費するので、まあ、この95っていうのがまあ一番最初に持ってるものです。これ使えば減るし、使わなければさらに増えていくっていう感じですね。で武将7っていうのはこれ配下家臣が7人で、兵80っていうのがこれ8000人ですね。でお金が230、兵糧が210、鉄砲がまあ65で、国高、治水、将棋をそれぞれ、ご覧の数値になっています。であと訓練が42ってなってるんですが、まあ、この訓練もかなり重要みたいなので、まあ、この訓練とあとお金、兵数を重点的に見ていく必要があるのかなと思っています。で、各ですね、コマンド見ていくと、まず1の開発が開墾、治水、町投資、技術革新、築城、金山、まあ、こういったものが選べるよう、まあ、それぞれ見たまんまかなとは思います。であと軍事のところなんですが、ここでまあ合戦、これ他国への戦いですね。で共同戦っていうのがどっか城を、まあ、国を攻めるときに、近くの国に一緒に攻めないっていう誘いができます。で5番の兵雇用っていうのが、これはお金を払って兵を雇う。で6の訓練っていうのが、訓練を上げるためのコマンドになっています。で3の取引、これ結構重要で、今米相場が 0.8 って出てるんですけど、まあ、これそのままですね、米を100売ったら、まあ、80の値で買ってくれると。逆に買うときは、80の値で買えるっていうことなので、まあ、この米相場をうまく利用して、まあ、ボロ儲けするっていうのが、攻略のポイントになってるようです。であと4の情報っていうのが、まあ、自分の国だったり他の国だったりっていうところの情報を確認することができます。で5の人事が、まあ、委任あるいは教育褒美とかこのあたりですね。で委任に関してはですね、今一国しか持ってないのでそもそもできないんですが、どっか城を攻めたり、国を複数持ってる場合には、まあ、委任してしまった方が面倒くさくなくていいかなというところですね。で6の外交が、まあ、同盟とか脅迫とかができますというところになってます。で7の調略に関しては他国の武将の引き抜きとかそういったことができるようなコマンドになっています。で8の製造は技術がなくてできないんですが、技術が出てくれば使えるコマンドというところになってますね。ではですね、ここから早速、まあ、米転がしをしていきましょう。というわけで、まず何をするかというと、取引所に行ってですね、米相場今 0.8 で買えるって言ってるんで、こういう時はもうボロ買いしましょうということで、米を買っていきます。信長に米を250買わせましょう。で、米相場が上がった時に米を売るというですね、まあ、大名らしからぬ行為をしていくと。いうのをですね、まあ、この後永遠と続けていくってことになります。で、まあ、ちょっとね、プレイをしながら少し告知を一つだけお話しさせていただくと、
2月18日の土曜日20時からラジオライブ第2回目になるんですが、放送を予定してますので、もしお時間合う方いらっしゃればですね、ぜひぜひチラッとでも覗いていただければなと思います。でもちょっと今デモプレイというか、チラッとお見せしたいので、先ほど米相場 0.8 だった時に米を爆買いしたわけなんですが、今米相場が 1.4 まで上がってます。この 1.4 がいいかどうかっていうと、まあ微妙な数値ではあるんですが、この米相場が上がってる時に米を逆に売りさばくと、そうするとお金が勝手に増えていくよっていうね、そういう仕組みですね。で、増えたお金で何をするかというと、軍事で兵を金で雇っていくと。1万8000になりましたというところですね。で、兵が増えたら訓練が落ちるので訓練をしていくと。もうあとはひたすらこれを繰り返すっていうね。で、繰り返した結果、訓練度が上がった兵が大量に集まってくれば、まあ、そこで改めて他国に攻撃を仕掛けていくという感じになりますね。なのでまずは大前提としてはですね、金をなんとか集めて米を転がして、それでもって兵を雇い訓練をして他国に侵攻する、まあ、これが基本的な流れになります。で、ちょっとさっき話途中になっちゃいましたが、一応パワちゃんの、当チャンネルのラジオライブを18日、2月18日土曜日の夜20時からミガミックスをやる予定になってますんで、ぜひぜひですね、そちらの方を見ていただければなと思います。で、この後はですね、ちょっとこの永遠とお金を貯める作業が入りますので、一旦お金を貯めてきます。はい、というところで、一旦少し進めさせていただきました。お金がですね、ちょっと思ったより進んでたまらなかったというのはあるんですが、まあ、少しキリがないので、たまったお金で兵を2万2000まで増やし、訓練を100まで増やしたという状態にしてあります。米の相場があの後ちょっとあまり思ったような動きをしなかったというのがあってですね、お金がたまらなかったんですが、まあ、ちょっとキリがないので、先に進めていきましょうということで、今回からこの状態で始めていきます。で、どこを攻めるかというところなんですが、今23番の美濃、斎藤とは同盟期間中なので、まあ、美濃を避けるとなると19番の三河か、まあ、26番の、伊賀かというところになってくるんですが、まあ、今回どっちを攻めようかなってことを考えると、目的としては28番の京都、山城、足利を取るというのが目的になっているので、まあ、そのためにどうするかっていうことを考えると、やっぱりここはですね、21番の、ごめんなさい、伊賀じゃない、伊勢ですね、26が伊賀かに進行していきたいなと思ってます。で、単体で攻めると少し心配なので、今回は共同戦を申し入れましょう。で、共同戦をどこに申し込むかというと、25番近江浅井ですね。で、使者には信行を向かわせましょう。おお、久政は来てくれなかったか。まあ、浅井長政と違って久政は新朝倉派でしたからね、まあしょうがないですね。では浅井の力など借りないで決戦に臨んでいきましょう。で、進めてる間にですね、ご覧の滝川一正だったり、あとはですね、秀吉、あとは利家だったり、常ちゃんだったりっていったのが、味方になってくれてます。なので、これらを引き連れて出陣していきましょう。じゃあ、兵数なんですが、まあ、全部連れていくのはさすがに厳しいんで、信長に2000。これを鉄砲隊で見せしましょう。で、主力になってもらうのが、
担家、あとは数正ですね。この辺りは主力中の主力なので、存分に戦ってもらうとして、あとは秀吉と氏家に全然ずつ兵を分けましょう。計2万で出陣していきましょう。で、今回は目をいらくらむ区間かかるんですが、まあ、30日か、まあ、半分。そうだな、150ぐらいにしておきましょうか。じゃあ、これで。出陣しておきましょう。で、終わり。大谷を再開すると、まあ、まあ、支持者としては、危険性もありますが、身内のうちの利益を任せましょう。で、因縁で内政型で、任せちゃうでしょう。野戦だな。一応パターンとしてはですね、野戦と籠城戦があって、野戦の方がだいぶ楽です。籠城戦はですね、いくら部隊数がいても城門が一マスになっていて、かなり攻めづらい攻め口になっているので、まあ、そういう意味ではこの野戦になった方が早く決着がつくかなという感じですね。じゃあ本陣をここに設定して、最精鋭、一番大きい部隊を率いてくれている勝家を最前線に配置していきましょう。で、数正をその上に、で、秀吉と利家を本陣の前に配置していきます。これでいいかな。で、兵糧が150、兵数が2万です。で、一方の北畠の方は兵数が134で、兵糧が471。まあ、兵糧は十分にあると思うので、まあ、どちらかというと、ここは、敵の戦力をゼロにするっていうね、ところになるかなと思います。で、数正はじめ、勝家、秀吉、利家は、軍事行動自体は、委任しちゃいましょう。まあ、正直言って、その天道だったり創造だったりみたいな傭兵の才みたいなものは全く必要なくてですね、もう単純にこのマス目を進んでいくだけなので、コンピューター任せにしちゃっても大丈夫かなと思います。で、さっきちょっと話していたパワーチャンラジオですね、ミカミックスの方がちょっと簡単な告知動画を作ってくれていたので、それをちらっと皆さんにもここで、画面の隅っこの方に出しておくので、ちょっと見てもらえればなと思います。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。で、そうするとあのこんな感じになってましたね。まあね、あのミカミックスとはもう僕も何回行ったか、海外に一緒に行ったかわからないんですが、最近ちょっとね、ミカミックスがあまり一緒に来てくれなくなっちゃったんで、最近はね、もう一人旅か、まあ、ちょっと別のね、人と行ったりとかっていうケースが多くなってきてしまってるんですが、もう 2,3 年ぐらい前までは海外遠征に行くって言ったら奥さんと行くかミカミックスと行くかっていうぐらいのね、それくらいの頻度でミカミックスとはよく行ってましたからね。ぜひぜひまたミカミックスもね、一緒に海外旅行来てほしいんだけどな。ちなみにですね、僕は、先週ですね、中国の方にちょっと遊びに行ってきました。もちろん健全な旅行で遊びに行ってきました。で、あと来月ですね、あの多分パワちゃん、あのラジオライブの中でもお話しすることになるんじゃないかなと思うんですが、タイの方に遊びに行ってきますんで、その様子もね、現地から実況でお伝えしていこうかなと思ってますんで、収録機材を持ち込んで、実況プレイをタイで収録しようかなと思ってるんで、もう本当に皆さんもね、興味ある方いらっしゃれば、ゲームだけじゃなく、タイのね、様子とかも一緒に楽しんでいただければ嬉しいなと思ってます。というわけで、まあ、パワーちゃんラジオライブ、2月18日土曜日20時からの、まあ、ちょっと簡単なね、告知をさせていただきました。で、兵数が 19,400、まあ、600までちょっと減っちゃってますけどね。敵は騎馬隊で編成してきてるんだな。
まあ、信長を少し前面に出していきましょう。信長は鉄砲を持ってますからね。ここは勝家が突撃してトリアさんを討ち取ったな。切られるのが顔の顔面を真っ二つに切られてましたね。真一文字に。お、神戸も捕らえたね。あの相棒のね、劇場版4パート4が今だと多分発売になってるんじゃないかなと思う。発売じゃないですね、ロードショー、封切りになってるかなと思うんですけど、結構ね、あの相棒シリーズ好きで見てるんですけど、まだ映画の方は見てないんで、どうなんだろうな。あの飛行機に乗るとたまにその公開直後の映画を見れたりすることってあったかなと思うんで、その大遠征に行った時にやってなかったらちょっとね、映画館に行くなりビデオを借りに行くなりしようかなと思うんですが、もしかしたらやってるかもしれないからな。川を渡るのに少し、機動力を使うので、川の手前で少し待機しないと渡れないってことがあるんですよね。多分今信長もそういう状態になってきてるんじゃないかな。でピコ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 戦闘してるんですが、一応ですね、次回以降はこの戦闘シーン、合戦シーンは早回しにさせていただこうかなと思ってますので、戦闘シーンじっくり見たいよっていう方はぜひ今回ですね、しっかりご覧いただければなと思っています。でプレイ時間は一応1時間から2時間は絶対かからないようにしたいなと思ってます。京都に上洛するまでをなんとかコンパクトに2時間以内、できれば1時間ちょっとぐらいに収めたいなと思ってますんで、もしね、見ていて途中で疲れたなって方はまあ一旦お休みいただいてですね、続きをまた休憩した後に見ていただければなと思うんですが、基本的には1作品1動画で、お届けをしていくつもりでいます。例えばこの武将風雲録で、第1回目第2回目みたいな形にはね、できるだけならないようにと思ってますので、まあ、それはね、今後の小勢力とか回が進んでいくとちょっとさすがに1時間2時間でクリアするのが難しくなってくるんじゃないかなという気もするんですが、まあ、少なくとも武将風雲録に関しては、まあ、まだなんとかなるんじゃないかなというところもあるので、今回は少なくともなんとか、1回で終わりにしていきたい、クリアしていきたいと思ってます。さあ、これで残りの武将は大名だけになったかな。勝家討ち取るね。トリアさんにつき北畠政憲も討ち取りましたね。で残すは敵総大将のみか。じゃあ信長も満を持して進撃していきましょう。ここはもうフルボッコ状態ですね。敵を取り囲んで一気に殲滅するような形になりますね。で尾張を取ったら、尾張と伊勢を取ったら次は伊賀。で伊賀の次が目的の
京都山城になりますからね、まあ、まだ少し先は長いんですが、しっかりと地盤を固めていきましょう。で、今年はちょっとカレンダーの並びがね、いいのか悪いのかっていうちょっと微妙な感じなんですよね。特にゴールデンウィークがね、5月1日はラバーズデー、僕の勤めてる会社は休みになってるので、まあいいんですけど、5月2日がね普通に平日になっちゃってるんですよね。なので、まあ、5月の1日と2日休める方は9連休になってるので、まあ、かなり大型連休になるのかなと思うんですけど、そうじゃない方はまあちょうど真ん中で、ぶった切られている形、かつやっぱりなんといっても飛行機代が高すぎますね。ゴールデンウィークになってくるとちょっとね手が出ないかなっていうぐらい高いですよね。あとお盆はまあ毎年ですけど、例によって非常に高いので、お盆もねちょっと旅行には行きづらいですよね。あとシルバーウィークもどうなんだろう。今年はシルバーウィークが休みやすいこの日の並びになってるのかっていうとね、どうなんでしょうね。今年はシルバーウィークは、わ、最悪だな、今年のシルバーウィークは。9月16日土曜日、17日曜、18敬老の日まではいいんですけど、23日、秋分の日が土曜日ですね。最悪ですね。まあ、土曜日休みの会社のに勤めてる方からするとね、もう全く嬉しくないんじゃないかな。さあ、兵数を 14,200 まで減らされちゃいましたが、どうやらこのまま北畑は取れそうな感じですね。じゃあ最後は信長自らとどめを刺しましょう。北畠軍を破ったことにより21番が赤い織田領になりましたね。で、ご覧の通りですね、武田が6カ国を領有する大大名になっているので、まあ、ちょっとね心配な点ではあるんですが、まあ今回はあくまでも28番を取ると、山城を取るっていうのがね目的ですからね。何？林、貴様、謀反の疑いありか。ではこっから少しまたちょっとねコツコツ内政をしていきたいなというところなんですが、お米が600、金が500あるのか、結構あるな。じゃあちょっと米転がしが可能かちょっと見てみましょう。米相場が 0.8 か。これは米を買う絶好の機会だな。米を買いましょう。そうだな、300、250ぐらい買っちゃうか。結構安いですからね、 0.8 は。で、こういう時ってじゃあ兵はどうなってるかというと、
あ、兵 4.7、 これも結構安い方だな。兵もちょっとまとめて5000ぐらい買いましょう。で、2万1000になったか。うんうん、それなりの兵力になりましたね。じゃあ軍事で訓練を入れていきましょう。まあ、常に100に保っとくのが間違いないかなと思いますんで。で、次は26番ですね。うわ、信長軍が攻められてるじゃん。24番終わりが。信行籠城してるけど、そうなるよね。いやー、これは玉突き事故になるぞ。今川が攻めてくるとは思わなかったけど、まあそしたらこっちはもうね、風雲急を告げるというわけじゃないですが、取引をしていきましょう。米相場が 1.4。 じゃあこの状態で米を売っていきましょう。で、例によって兵を買っていきましょう。5か、ちょっと高いけど、まあでもどうしても欲しいので、で、例によって訓練をしていきましょう。まあ、本当だったらね、尾張を取り返さなきゃいけないところなんですが、まあ、今回はもう目的明確で、28番を取るっていうのがね、最大の目標ですからね、もう取られた尾張のことは忘れて、先へ先へと進んでいきましょう。で、訓練度が95になったので、もう一回やれば訓練はマックスになるかな。本当はね、もうすぐにでも取って返して吉本の首をはねてやりたいところなんですが、まあ、そうしてるときっと京都に上洛ができないんで、上洛最優先でいきましょう。では軍事行動を起こしていきます。合戦で、共同合戦を一応申し込みましょう。申し込むのは26番の伊賀に攻撃をするので、25番の近江かな。もう一回ちょっと浅井に使者を立てましょう。ここは丹羽長秀に任せてみますか。よし、久政の援軍が来るな。じゃあこれで信長、勝家、数正、秀吉、利家、これくらいを出せばいいかな。で、信長に今回はじゃあ4000預けましょう。で、勝家は主力なので7000、数正も主力なので7000。
で秀吉に5000、利家に5500でいいかな。どうせまた吉本が後から攻めてきそうな感じもするので、米をじゃあ550ぐらいもうガーンと持ってっちゃいましょう。で伊勢をじゃあここはどうしようかな、丹羽長秀あたりに任せましょうか。頼むぞ。これは結構大規模な合戦になりそうだな。うわ、しかも籠城戦だよ。まあたっぷり米は持ってきたは持ってきたけど、にしてもめんどくさいんですよね。そしたら信長をどこに配置するかですが、信長をこちらに、で勝家を信長の前面に出しましょう。で数正は、数正は南から攻めてもらおうかな。そしたら秀吉は北から、で利家もそのすぐそばにつけましょう。これで開戦ですね。籠城戦はですね、まあまず門を破って、で門を破って、門を破って、門を破って敵対象にたどり着くっていうね、そういう感じになりますね。ですので、まあ、ちょっとこっからはね、籠城戦は早回しでプレイの方はさせていただきたいと思います。ちょっと早回しにします。はい、というところでですね、もういよいよ城門を破って最後の本丸を残すのみというところに来ましたので、ここからまた、通常のスピードに戻していきましょう。敵の残りの兵力は62、まあ、6200ですね。で一方織田連合軍の方は32200残ってるので、まあ、このままプレイの方していけば普通にこの戦いは取れるかな、伊賀は落とせるかなというところですね。で信長はですね、これ以上前に進むと敵の鉄砲の攻撃にさらされるので、ちょっとここで待機をさせましょう。まだちょっと時間がかかるかなというところですね。まだ5800残ってますからね。でこちらの方からもっとね、包囲殲滅ができればいいんですが、野戦だとそれができるものの、この籠城戦だとねそれができないんですよね。なのでちょっと時間がかかる、めんどくさいっていうところになりますね。でこの後はいよいよ、山城、京都、足利を倒すというところになりますね。そうすれば一応この目的の京都上洛、まあ尾張を失い、もしかしたらこの伊賀も失いという、
という展開になってるかもしれないんですが、まあ、目的として京都に上洛するっていうね、目的だけは達成できるんじゃないかなというところで、まあ意味ないだろうっていうのもあるんですが、ご容赦をいただきながら、この武将奮録の方のクリアとプレイ修行完了っていう形にねしていきたいなと思ってます。そのためにもできればここで兵糧だったり兵だったりっていうのはできるだけ失いたくないなっていうところはあるんですよね。これね、勝家も本丸の中に完全に入り込めれば多少は敵の攻撃殲滅スピードが上がるかなというところなんですけどね、まだちょっと粘ってるなぁ敵も。これで勝家が三雲を捕らえたので、これで両側から攻撃ができるようになるな。少しは攻撃のスピードが速くなるかな。兵糧もだいぶ失いましたからね。ではここで信長も満を持して進撃を開始していきましょう。この勝家と数正に挟まれてるってもう絶望的な状況だからな。やっぱり野戦の方が決着は早くつきますよね。城門を破り、この戦いづらい場所で戦うっていう行為がないだけでもだいぶ違いますからね。で、一応織田軍は練度が100なんですけど、敵の方も練度はもしかしたら結構高めかもしれないな。まあ兵の忠誠度は低そうな感じでしたけどね、脱走兵が後を絶たない感じだったので、特に前半は。ただこうやって見るとこの圧倒的勝家一正の前に善戦してますよね。まあ兵糧それこそたんまり持ってきたんで全く構わないですけど、結構兵糧が厳しい中での戦いとかになると籠城戦が功を奏するっていうパターンもありえたんじゃないかなぁとすら思えるような戦いぶりですよね。長期戦にもつれ込みましたか。もうあとちょっとだったんだけどなぁ。まあ籠城戦だとこのパターンもあるんだよな。さあこのターンでもう終わりでしょう、さすがに。よし、
これで敵総大将捕らえたので伊賀を手中に収めましたね。26が赤くなりました。あとは28。中型の台風、中型の台風には鬼が乗ってるんだよな、赤い鬼が。で、兵数が 23,700 で兵糧が519、金が175か。もうちょっと兵力欲しいな。米相場 1.6? じゃあ米を売りましょう。200ほど売りさばきます。で、それに合わせて兵を金で買いましょう。兵相場ちょっと高いけどしょうがないな。7000ほど新たに兵を買いましょう。これで3万超えになったね、兵数が。で、訓練が下がったので、これで訓練を入れていきましょうね。よし、これで訓練が100になったね。じゃあこの状態で攻め込みましょう。再び共同戦を申し込もう。いや、長かったな。28番山城。じゃあこれどこに頼むかだけど、どうしようかな。さっき近江浅井に頼んだんで、また浅井に頼もう。ここはじゃあ和田さんにお願いしてみましょうか。よし、来るね、浅井軍は。となると、まずは信長、秀吉、利家、和田、こんくらいかな。あとは話にならないもんね。本当は勝家、数正あたりも出したかったけど、まあ、ここはしょうがないでしょう。信長自ら1番で、秀吉に8000、利家に8000で、和田に8000。これでいいかな。で、米は280ぐらい持ってっちゃいましょう。で、伊賀は勝家に一任します。まあ、これで勝利できれば武将風雲録はなんとかね、クリアの名目が立ちますからね。よし、といればまた籠城戦か。籠城戦にされるとめんどくさいんだよな。うわ、しかも出た出た、このパターンか。まあ、信長はどこに配置するかというと、まあもちろん前線に配置するとやられる可能性があるので、まあまずこの辺だよね。で、秀吉は今回もう主力の主力で戦ってもらわなきゃいけないので、ここ
利家も主力なのでここで、和田をどこに配置するかだけど、まあ、和田も主力で戦ってもらわなきゃいけないのでここかな。ただ足利軍の兵数3600しかいないのが、なんかあっさり肩がつきそうだな。まあ、それだけ幕府の権威が失墜してんだな。ぎゃっ、和田が寝返りやがったが、早速まあこう来なくっちゃなって感じだな。和田にちょっと戦力持たせすぎだね。ここはじゃあひねり潰していきましょうか。よし、味方にも援軍が到着したね。いやー、信長に結構な戦力持たせといて今回は正解だったな。和田を中すべしというとこだな。これはまさかこんなにも早く和田が裏切るとは思わなかったけど、こうだったな和田の裏切り。さあこれで和田を討ち取りましょう。ズシャッっていう感じだな。みんな時計回りに攻めていくんだね。まあ、ここはどうだろうな。戦力を集中させた方がいいのか。敵の兵力決して多くはないので、まあ、このまま進行していきましょうか。二条御所はちゃんと堀がねぐるーっと張り巡らされてて、まあ攻撃しづらいですね。さあ続々と敵を討ち取ってるけど、藤高はさすがに手こずらせてくれる感じだよな。そう簡単にはいかないですよね。お、そうは言っても藤高を捕らえたか。となるとあとは将軍のみかな。
まあでももう一個門があるもんな。この辺りは結構かったるい感じになるんですよね。だからこれで城門に張り付いたので、あと城門を突破して本丸に突撃って感じかな。両方とも門が開いたので、やっぱりそうなってるよね。ただもう守りの兵は全然少ないから余裕で突破できる感じだよね。敵2000、味方3万、まあ、この状態で負けようはずがないんで、まあ、このまま生還しましょう。というわけで、まあ、武将風雲録は、まあ、目標をだいぶ下に設定しつつ、かつ尾張を取られてもそのまま見過ごして、ただただ京都上洛を目指すというね、ちょっと姑息なプレイスタイルにはなってしまいましたが、なんとか目標に掲げていた京都上洛は果たせそうな感じですね。でもここでやっぱり最後将軍とは1対1の戦いになっちゃうんだよね。やっぱりこの籠城戦になると非常に戦いづらい。守る側からすると守りやすいですよね。兵糧も結構ね、心配な数値になってきましたからね。まあ今回はなんとか持ちそうですけど、まあ、兵糧が本当に減ってきたら、もう部隊を少し撤退させたりとかね、そういったことも考えていかないと成り立たないかなとすら思えるからな。利家は退却させましょう。で、信長はこのまま待機。秀吉は突撃。ああ、秀吉は突撃。結構粘るね。秀吉でとどめが刺せるか。ちょっと本当に心配になってきたな。兵糧がの51だからな。なんとかケリをつけたいけど、
あと1残ってるのか。兵糧が44。大丈夫か？なんかこういう3000しか兵いなくて、こっちなんか4万近くいたのに裏切りもあり、いろいろありで、結構ギリな戦いになったな。それだけやっぱ城攻めが大変だってことですよね。まあ、なんとか義輝を捕らえましたけど。よし、これで山城を取りましたね。いやー、どうでしょう、1時間ぐらいで収まったんじゃないかな、もしかしたら。はい、というわけで今回は信長の野望歴代シリーズ全部やる修行第3回目ということで、武将奮録をプレイしてきました。いかがでしたでしょうか。まあ、あの、もともと話してたように基本的には、山城、足利、京都、このね、上洛を果たすっていうのを目標にプレイをしてきましたので、まあ、今回なんとかね、28番山城国、京都、二条御所のあるところを抑えましたので、まあ、上洛なったということで、武将奮録は一旦ここまでにさせていただきたいなというふうに思っています。まあね、あの、全国統一するまであれエンディング部見たいとかっていう声ももしかしたら、あるのかなとは思うんですが、まあ、ちょっとね、まだまだ先は長いんじゃないかというところもありますので、一旦ここで武将奮録に関しては、終わりにしてですね、次回は信長の野望覇王伝、さらには天正期へと続けていきたいと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。でですね、動画の中でもちょこちょこお話しましたが、2月18日20時から土曜日ですね、ラジオライブ放送予定ですので、お時間ご都合早い方いらっしゃればぜひぜひ、聞きに見に来ていただければ嬉しいなと思ってます。でもちろんですね、チャンネルの方に、収録した後ですね、そのラジオの様子も公開しますので、もし来れないよっていう方いらっしゃればですね、後から動画の方でチェックしていただければなというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのを、ちょっとね、あの、パスポートを見て確認してみました。で、そうすると、あの、こんな感じになってましたね。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。